ナイス DTM サウンドクリエイター&ボーカリストのキックンです。今回はなんとリクエストにお答えして Fear and Losing in Las Vegas というめちゃくちゃかっこいいミクスチャーバンドの、サウンドの再現の動画をですねお届けします。今回の内容としてはリクエストいただいていたのはあの定番のシンセリードなんですよね。でまだねラスベガスを聞いたことがない人に関しては聞いていただくと圧倒されると思います。そのシンセリードとあのロックねロックサウンドのあの絡みというのは本当にすごいので、ね、魅了されると思うのでぜひ聞いていただいて、なるほどこのサウンドか、じゃあガレージバンドでどうやって作れるだろうっていうのをね参考にしていただけたらと思います。さあできるんですよ。あのガレージバンドでも非常に制限が多いガレージバンドなんですけど、できることが分かりました。実験しました。じゃあ早速聞いてくださいね。これはちょっとあの原曲のコピーというわけではなくて、ちょっと自分が雰囲気で作ってみたものなんですけれども、なのでね、このシンセリードも、ちょっとテンポ落として手引きで弾いたものを、そのままね、クオンタイズして、このようにしているので、どうやって作ってるかお伝えしますね。で、まず、このシンセの選び方なんですよ。で、シンセの選び方、非常にガレージバンドは少ないです。音色が。シンセのできることも少ないです。なのでもうこの企画は本当に、無料のガレージバンドだけでどこまでできるかみたいな企画になっちゃってると思うんですけど、それがまた楽しいですよね。それってやっぱり基礎力があると、どんなシンセでも、どんな音でも作れるようになってくるので、なので、あえてガレージバンドで挑戦するっていうのは本当に大事な経験です。今やね、どんなシンセでもとにかく買っちゃえばプリセットでその音って入ってたりするんですよ。実は。なんですけど、使いこなすにはやっぱりその知識本当に大事なので、どんどんつけていきましょうということで、まず音色を選ぶときに、このシンセサイザーという項目の中ですね、ここにシンセリードっていうのがあります。このシンセリードを選んであげたら、まあ、いっぱいあるように見えて、実はちょっと少ないんですよね。少ないというか、量は多いんですけど、なんか、エディットできる幅が少ない。例えばね、このエピックシンセとかもありますけど、結構余韻が大きいんですよね、これも。わかりますか？そう、なんか余韻を追加したい時とかにリリースとかを変えられないんですよ。リリースタイムとか。あ、でもこの音色もいいな。あ、この音色もひょっとして後で混ぜるといいかもしれないです。ちょっと後でやってみましょう。で、まず選ぶべきサウンドはこのスーパーソーリード。こういう音です。このスーパーソーというのはこういう音色なんだと思っておいてください。そう、スーパーソーっていうのは、ノコギリ波をね、7個重ねた分厚いサウンドのことをスーパーソーって言うんですけれども、ちょっとこれを元に作っていきます。あ、というのも、ラスベガスもこのスーパーソーという音を、様々な曲でバリエーション変えて使っているからなんですね。じゃあ次に何をするか。この B ボタンを押してください。B ボタン。ね。そうするとこのエディット画面が出てきます。ね、そうしたらここでね、音色をいろいろ選ぶことができるんですけど、まずはこのスーパーソーのままにしましょう。そうしたら次にやること、このディレイね。上げすぎるとこうなっちゃいます。余韻はいらないです、ひとまず。なぜならば、ラスベガスのサウンド非常にキレがいいね。まるでカッターナイフのような歯切れのいいサウンドなので、これ入ってない方がいいです。リバーブも、とりあえずなくしましょう。そうすると、なんかもうキレがいいですよね。もうこのまま、もう裸のサウンドって感じ。っていう音から作っていくわけなんですね。で、そして打ち込んでいくとさっきのようなあのサウンドになるわけですよ。イメージで言うとこういう感じですね。っていう感じなんですよ。じゃあ一回ね、これは消してあげて分かりやすくしますね。じゃあ次にここですね。何をやっていったかなんですけれども、まず打ち込みはね、非常に細かい音符。たーたたたたーたたたたーたた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 た。まあ本当言うとね、この短いこの音符ありますよね。この短い音符って同じ長さの方がいいんですよ。こういう風に。オプションとシフトね、同時押ししながら、短くしてあげると同じ長さになるんですけど、なぜならばこういうところって歯切れ良くしてあげた方が打ち込みっぽくなるっていうか、なんか、キレのいいサウンドになるんですよね。キュキュキュって。ほら。で、僕はさっき手引きで弾いたままにしちゃうと、まあ良くも悪くもですよね。手引きのニュアンスが残るからライブ感はあるんですけど、あの独特の打ち込みっぽい機械っぽい感じはなくなっちゃうんですよ。
まあ、そこはちょっとね打ち込みの話になっちゃうのでちょっとそんな深くは触らないですけれども、まあ、そういうもんなんだと思っておいてください。でそして引き続きね音作りのところに行くと、まずやりたいことはこのイコライザー EQ ですね。 EQ はここをクリックすれば開きますね。そしたらここ最初は何もなってない状態なんですよ。サウンド的にはこんな感じです。でこれに対してここの部分ね、このシェルピングタイプっていうのをオンにしてあげてちょっと持ち上げましょう。上げすぎると耳痛いです。そうするとあのスーパーソーのちょっとねザラミのある感じが強調されました。そしたら次にまたエフェクトのところに戻りますね。エフェクトのところに戻ります。そしたら次にやるのはコンプレッサーを入れましょう。でコンプレッサーっていうのは音の大小のね、音量差をなくすっていうのと、あと音をねツヤを出したりとかちょっと硬くするのにいいエフェクトなんですよね。でここもコンプレッサーの使い方は専用の動画を見てください。でここもちょっとねスレッショルドっていうのを下げれば下げるほど強くなります。ほらパツパツいってますよね。音がパツパツで、レシオも上げすぎると密度は濃くなるんですけど音が潰れすぎちゃうので要注意。まあ、硬い感じを出すにはいいんだけど、まあ、ちょっと今回4とか5にしましょうか。アタックを早くしすぎると、音が潰れちゃいます。なので、ちょっとこれはね、このぐらいがいいかな。ほら。そうすると頭がパチパチいってんのわかりますか？パチンパチン。音が粒立ちが出ましたよね。っていう状態をここでコンプレッサーで作る。そしたら次に、これでもいいんですよ、実を言うと。実はいいんですけど、ね。これでもいいんですけれども、一手間加えましょう。ビットクラッシャー。これは なぜ入れるかっていうと、音を汚すためのエフェクトなんですけど、音が分厚くなるんですよね。なんか違うの分かりますか？まあ、これは、なんだろうな、このままでもいっちゃいいんですけど、音をちょっと汚すことによって、音に深みを出して、ちょっとね、ガレージバンドではちょっと足りないこの厚みを入れるみたいな。で、これは、下げると、ビットが荒くなります、結構。なので、あんまり4とかにしちゃうとザラザラしすぎちゃうので、まあ、程よく、ギリギリこうですね。っていう音作りもありだし、あと、ここのディストーションっていうエフェクトもあるんですよね。このディストーション2。これも結構おすすめです。これ入れると、さりげなく、こっちの方が僕個人的に好きですね、この場合は。ドライブっていうのを上げます、ここで。ドライブを上げます。でしてあげると、なんかニュアンス変わったの分かりますか？ここでタイプも選べるんですよ。ディストーションタイプ。これやりすぎですね。あ、これ悪くないな。ってやってあげて、ディストーションも入れてあげる。これないとこういう感じですよ。ディストーションないと、これはこれで。結構主張が激しくなりますよね。ディストーションを入れると。さらに面白い方法をお伝えすると、このエフェクトの中のですね、ディレイ。前もね、別の動画でお伝えしたこのサンプルディレイ。これ僕めちゃくちゃ使うんですけど、片方ずらしましょう、ちょっと。そうすると、わかりますか？ちょっと左右に広がったような感じがするんですよ。っていうのも使えます。これちょっと後でね、加えていきましょうか。っていうのが、この、音作りの、テクニックでございます。そうするとかなり雰囲気が近くなったと思うんですけれども、さらに、この追加のトラックをつけたいと思うんですよね。それがこのトラックです。まあ、いわゆる5度ハモリと言われている、項目なんですね。これなぜ入れたかというと、あの原曲のあの感じ。そう、あれは実は単音ではなくて、結構コード弾きとかもしてるんですよ。それこそ1度と5度、もしくはコードトーンとかっていうのを組み合わせてあの感じに、なっているんですけれども、やり方はなんか難しそうと思うと思うんですけど、非常に簡単です。何をやるかというと、元のサウンド、この元のサウンドをオプションをしながら下にドラッグしてコピーしますよね。で、コピーするとまんまユニゾンになります。ユニゾンになっちゃうので、ダブルクリックしてこの中身を開いたら、今度はね、これを全選択しますね。そしたら半音で7個上上げてください。1、2、3、4、5、6、7。そうするとちょうど5度上になるんです。そうすると、このサウンドになるわけなんですね。ちなみに、上だと半音で7個なんですけど、下に付け加えたい場合は、半音で5個下。1、2、3、4、5。それでも同じです。下に付けたいときはこれです。これはこれでいいですよね。
で、音色はここで、調節すると。で、もちろん上のね、このエフェあのところにエフェクトをかけてあるので、同じエフェクトをかけてあげた方が馴染みはいいと思います。コンプレッサーとか。っていうのもいいんだけれども、あえてですよ。あえて、ここで、違うエフェクトをかけてもいいわけですよ。例えば、ここで、さっきやったエフェクトの、広げるやつ、このサンプルディレイ、サンプルディレイっていうのをこっちだけにかけると。そうすると片方だけ音が広がったような感じになって、ちょっと立体感が出るんですよね。で、さらに面白いことに、例えばピッチシフターとかありますよね。ピッチシフター。これも入れてあげると、ちょっと音に厚みというか、さらに厚みが出るので、ちょっとなんか隠し味になりましたよね。で、さらにピッチシフターで入れた後に、ディストーションでちょっと汚してあげるビットクラッシャーとかわざと入れると、ちょっとファミコンチックな。あ、わざと結構汚しましたけど、これで試しに混ぜてみましょうか。あ、面白いかも。一緒に流すとこうなります。あ、なんか結構テンション上がりますね。で、これでさらに、ちょっとここでさっき入れたディレイ。ディラムをちょっと入れるとどうなるかなって試してみるんですよ。で、ここでディストーションも入れちゃいましょうか。サンプルディレイも入れてやってみると、オールスターで入れると、あ、なかなかいい雰囲気になってきましたね。っていう風に作るんですよ。そして最後におまけのワンポイント、これすごい大事なテクニック伝えたいのでお伝えさせてください。それはグライドテクニック。そう、今回のフレーズの場合はラスベガスならではのキレのいい、サウンドなんですけれども、あの曲によってはなんと、グライドっていうのでね、音と音の間をつなぐっていうテクニックを使っていらっしゃるんですよ。例えばこの場合だとキレいいですよね。もうシャキシャキって感じなんですけど、ここでグライドを入れる。やり方は簡単です。これがロジックであればグライドっていう項目がシンセにあるんですけど、ガレージバンドにはないので、ちょっと隠れ技でやります。A ボタンを押してください。このメイン画面にいるときに。A ボタンを押したときに、ここ普段ボリュームになってるんですよ。ここの設定が。ボリュームってなっちゃってるんですね。で、これをクリックしてあげて、このグライドっていうのがあるんですね。このグライドっていうのがあるんです。まあ、ここにあるんですけど、これを選択する。そして、これを上げるだけ。ちょっと上げましょう。上げすぎるとグライドかかりすぎちゃうんで、かかりすぎるとこうなります。わかりますか？鍵盤の、例えば、ドを押しますね。ドを押します。その後に、別の鍵盤押すと、うーんってこう繋がってますよね。わかりますか？違いが。グライドがあるときとないときの違いが。ないときは、っていう感じなんですけど、グライドがあると、なんか繋がるんですよ。ほら、ワンワンってなってますよね。で、これで再生すると面白いんですよ。ありますか？繋がってますよね。まあ、キレの良さは失われちゃうんですけど、ラスベガス、もしくはそれ以外の EDM 曲で、こういうフレーズ聞きますよね。だからその場合はそれに合わせて、グライドをこっそり入れてあげましょう。じゃあこれをね、グライドなしの、このリードと、アリをちょっと混ぜてみましょうか。まあ、これはこれで味がありますよね。聞いてみましょう、一緒に。まあ、この場合はね、僕は個人的にはグライドなしの方が好きです。っていう感じですね。というふうにして、このラスベガスね、サウンド、シンセリードをがっつり弾いてみちゃってください。これ本当楽しいです。手弾きしても楽しいです。
でもただこれ欠点は最後ちょっとお伝えすると、ガレージバンドってどうやら、モノとポリ変えられないみたいなんですよ。モノっていうのはその単音だけ、鍵盤のドとミを同時に押しても同時にならないんです。どっちかしかならないモノ状態なんですね。でポリにしたいんですよね。和音鳴らした時に和音鳴らしたいんですけど、どうやらガレージバンドだとポリとモノの切り替えができないっぽいので、わざわざトラックを分けて、このね5度のシンセを付け加えたっていう理由があるんですね。だからこれがロジックとかで、ポリーにできるのであれば、1トラックでやっちゃって OK です。この和音の5度上付け加えるっていうのは。まあ、それができないからね、ガレージバンドではこうトラック分けたんですけど、でもそれって、ガレージバンドだからとかじゃなくて、テクニックとしてそういう、知恵を頭に入れておくと、何かの時にね、トラック分けてこれやったら作業しやすいんじゃないかっていうすごいアイデアがたくさん湧いてくるので、ぜひそれで試してみてくださいね。ということで今回ね、リクエストも本当にありがとうございました。今後も憧れの音色シリーズをガレージバンドで再現しようぜっていうテクニックの動画を増やしていきたいと思うので、どんどんコメント欄にね、書いていただけたら僕も嬉しいですし、僕もね、聞いたことがない曲だったとしても、それを聞いて、研究して、ガレージバンドではやるためにはどうやればできるだろうっていうのを僕なりの経験を踏まえた上で、作ってですね、皆様に公開していきたいと思います。本当に本当に今回もありがとうございました。またお会いしましょう。ナイス D チーム、キックンでした。コメントいつもありがとうございます。